いや、めっちゃ晴れてるな。おはようございます、純也です。今日はですね、今からボタニカルボタニカルという園芸イベントに行ってきます。で、そのボタニカルボタニカルは2日間開催されてて、初日の昨日がアガベデーで、2日目の今日がコーデックスデーということで、自分はコーデックスデーに行ってきます。で、何やらですね、8時、あ、そうそう、午前8時から入場券を配って、それで整列入場ということになるそうなんですけれども、午前8時の段階でもうすでに何十人って言い過ぎかな、けどそれぐらいだと思うんですけど、入場待ちの方が並んでいるそうで、すごいな、すごい人気ですね。自分のようなゆるふわ趣味家、あ、この時の趣味家ってのは、あの白いお二人の趣味家じゃない方ですね。そのゆるふわ趣味家の自分にしてみれば、割とそのガチ勢の方々、すげえなーなんて思って、自分はゆっくり来ようかと思って、今は8時何分が、8時半ぐらいかな、もうそれぐらいの時間に向かおうかと出てきました。ということで、ボタニカル行ってきます。今日はどんなお店が出店されるのか実はあんまり調べてなくて、ちょこっと見た限りだと、ハチラボさんだったかな、あと R3 ラボさん、あとはエクスプランツさんのロゴもちょっと見えたような、そんなような、割と適当に調べて行ってくるんで、そうなんですよ。なんか今日は、どんなイベントだろうと思って、うわ、めっちゃ逆効果も、どんなイベントだろうと思って、行ってこようかと、こう割とゆるく考えていたんですが、そう、皆さんガチでちょっとやべえななんて思ってるんですよ。めっちゃ出遅れちゃったなっていう感じなんですよね。まあとにかく千駄ヶ谷に向かいます。北参道着きました。場所はだいたい把握したんで、これから向かいます。さて、どれぐらいの人が並んでるんでしょうか。めっちゃ楽しみです。そういえば前ここって、あ、今ね、見えるかな、こんな高層マンションが建ってるんですが、このマンションが建つ前はここって公園だったんですよね。で、この近くの会社さんにちょっと一時期お世話になってて、この辺りよく来てたんですよ。で、その時はその 現高層マンション、旧、ちょっとした公園でちょっと適当に休んでたりしてたんですけど、もうそんな面影もなく、めっちゃシャレオツな高層マンションになってます。うわー、めっちゃ並んでる。やべえ、すげえ並んでる。いつ入れるかわかんないな、これ。マジでめっちゃ並んでるじゃん。まあいいや、とにかく受付やってきます。チケットゲットしましたが、なんと今からだと入場が11時ぐらいになるそうです。どうしようかな、すごい並んでるんですよね。いやー、すごい人気だ。マジでどうしよう。天気企画厚谷さんが来ました。めっちゃ待ちますよ。11時らしいです。そう、ね、もう気分がぼっきり折れてる。昨日の日じゃない。もうちょっとで入れそうな気はするんだけど、やっぱ2時間ぐらいかかったな、入場。ようやく入場。いやー、待った。やっぱ2時間ぐらい待ちましたね。
それは25人が。そんなつながりがあると思わない。違うつながり。まあ、そう。チャンネル名なんていうんですか。あの純也 YouTube チャンネルというそのままの。全然あの人気ないんで。気にしなくて大丈夫。俺も大好きなんです。食物の動画見て大好きです。ありがとうございます。Vlog 系そう、Vlog 系なんで、食物というよりは、なんか日々 の, あのブログを動画にしてるだけなんで。R3 ラボさん。今回もたくさん受け皿ありますね。新作です。あ、どれですか。ここが新作です、ね。あ、そうなんですか。あ、スリッツ、あ、じゃあ、クラックポット。あ、やば。じゃあ、これ買おうかな。あ、ありがとうございます。はい、サイズ違いだけですよね。そうですね。はい、S で、はい、L で、はい、M が今売り切れちゃった。売り切れちゃった。はい、じゃあ、S を、はい、ください。8も売り切れちゃいました。はい、うん。もう8はもうないだろうなと思ってました。めちゃめちゃ人気ですからね。ありがとうございます。はい、あれどれでしたっけ、さっきこれ、はい、これ4年で、あれって何年ぐらい？これはね、2年半ぐらい。あの接ぎ木してるんで、はい、早い。狙われてる。これお買いになります？あ、どうぞどうぞ。じゃあすいません、これをお願いします。ビール。あ、ついにビール飲みます。いただきます。なんかすごいスパイシーな味がします。美味しい。当日券待ちがすごい行列できてる。いや、すごい人気ですね。ということで、ボタニカルボタニカルでした。いやー、ボタニカルボタニカルめっちゃ楽しかったな。うん、意外に長いしちゃったような気がします。で、今日も、知り合いの方とお会いして、まず入り口でちょうどあのお帰りになるリトマンさんとお会いして、ちょっと声かけいただいて、なんかね、そう、それでプレゼントいただいちゃったんですよね。めっちゃ嬉しいプレゼントいただいちゃいました。で、その後、アツヤさんとキミマロさんで、会場内でいろいろと株を選んだりとかお話しさせていただいたりとか、そう、そんな感じで長いしちゃった感じです。ということで、ボタニカルボタニカルでした。プレミアムモルツシーサイドエール、これ買ってみました。なんか名前からして夏っぽい感じなんで、これそれではいただきます。プレミアムモルツシーサイドエール、めっちゃ夏っぽい。爽やかでフルーティー、軽やかな余韻のエールビールですって書いてあります。まさにそんなような味わい、シーサイドエールでした。で今日ボタニカルボタニカルで買ってきたものの紹介です。買ってきたもの以外にも入ってるんですけどね、これもか、これも。まずはですね、入場前にちょうど会場から出てきたリトマンさんにお会いして、なんかね、声かけていただいて、このネームカードとかもらいました。これ両面仕様なんですね。どっちが表かどっちが裏かはわからないんですが、そしてこれ草買いますシール。あ、そういえば今日自分と同じ
頃に入場された方で、この T シャツ着てる方いましたね、うん、あれは目立ちます。で、これの草買いますシールと、これもリトマンさんのキャラクター、リトマンさんのキャラクターっていうか、リトマンさんじゃないんですけどね、これそのキャラクターの、これ渡るさんがデザインしたやつですよね、それのシールいただきました。3種類、それとですね、ちょっとよかします。これをリトマンさんに渡されたんですよ、っていうかこれ最初に渡されたんですよね。これ何かなって一瞬分かんなくて、すぐ気がつきました。これあれですよ、これマイクロチューブです。マイクロチューブ、自分が欲しいなって言ってたマイクロチューブ、なんとリトマンさんになんかいきなりこれどうぞっつって渡されたんですよ。めっちゃ嬉しかった。これが何個入ってんだ、何個入ってんだろう。マイクロチューブ15個いただいちゃいました。リトマンさんめっちゃありがとう、めっちゃ嬉しいです。こんなにいただいちゃったってことは、これぐらい種作れよっていうことを案に言ってるのだと思うんですよね。ということで種作りも頑張ります。リトマンさんからいただいたマイクロチューブ、本当ありがとうございます。いや本当めっちゃ嬉しかったな。なんでマイクロチューブ欲しかっての知ってたんだろう。そしてボタニカルボタニカルの会場で買ったもの、まずこれですね、 R3 ラボさんの受け皿で、これが新型でクラックスリット鉢と合うようなデザインになってるんですよ。こんな感じでクラックスリット鉢に本当にねちょうど合うようなデザインになってるんですよね。でね、自分色が合ってないんですけども、このクラックスリット鉢とこんな感じで合わせるといいんじゃないかと思うんですよね。うん、ということで R3 ラボさんの受け皿クラックスリット鉢仕様、これ新型です。これ買いました。なんかプレミアムモロツって美味しいですよね。うん、なんかビールってイマイチかななんて思ってたんですけれども、プレミアムモルツだけは別です。めっちゃうまい。まずこっちからにしましょうか。国王丸ですよ。ケイチョロリンさんのブースで買った国王丸、ついに買っちゃいましたよ。国王丸、これがですねめっちゃ安かったんですよね。で比較的安い値段で2株あって、どっちにしようかななんて悩んでるうちに、もう1株の方他のお客様が選んだので自分はこっちにしました。ついに買いましたよ国王丸。いやーいいね、いいっすね国王丸。うん、ということでケイチョロリンさんのブースで買った国王丸で、次にケラリアピグマイヤです。エクスプランツさんのブースで買ってきたケラリアピグマイヤ、うん、ついに行きましたよ現地級のケラリアピグマイヤ。これを買うときにですね、ちょっとアクシデントというか事故というか、それが起きちゃったんですよね。エクスプランツさんでケラリアピグマイヤが何株かあって、その何株かをこう見比べてて、この株を手に取ってみて、でまた戻そうと思ったときにちょっとね手から滑り落ちちゃって鉢ごと倒しちゃったんですよね。そんなことがあってちょっとね申し訳ないってわけじゃないんですけども、っていうかですね、ほぼほぼこれを買う気で行ったんですよ。この株を買う気で行って、他の株を見て、まあやっぱこれだよなっていうのをほぼ 100% 100% というと言い過ぎなんですけれど 99%、 うん、それぐらい断言してもいいと思うんですけど、これを買う気で行ったんですよ。でそんなところで倒してしまって申し訳ないっていうのもあるし、もうさっきも言った通りこれを買う気で行ったので、うん、これを買ってきちゃったっていう感じです。でその時にですね、その 99% 買うというのを決めたのも、君まろさんと敦也さんがなんか後ろの方からいろいろと背中を押してくれたおかげなんですよね。というのもあってちょっとねアクシデントはありつつも、現地級のケラリアピグマイヤと出会えたっていうのはめっちゃいい機会だったかなと思って買いました。エクスプランツさんで買ったケラリアピグマイヤめっちゃ可愛い。そうそう、今自分が育ててる未生のケラリアピグマイヤも何十年とまではいかないか、十何年ぐらい育てればこんな感じで古木感の風格が出てくるケラリアピグマイヤに成長するんですよね。めっちゃ可愛いなぁ。ということでちょっとねアクシデントとかトラブルとかそんなものがあったんですけれども、めっちゃいい買い物したケラリアピグマイヤ現地級。そしてレインボーカクタスさんで買ってきた砂と
この石です。これ見た方でピンときた方、まあまさにその通りですよ。ハビタットスタイル用にちょっと買ってきました。なんかね、ハビタットスタイル今すぐやるかっていうとそういうわけでもないんですけども、ちょっとね前々から気になってたんですよ。このハビタットスタイルっていう本、これを読んでいたり、あとはあの日の園芸の陽介さんとかがハビタットスタイルをやられていたりしてて、ちょっと気にはなっていたんですよ、ハビタットスタイル。うん、そんなのがあったので、値段も安かったし、ハビタットスタイル用に買ってきた砂と石でした。といった感じかな、今日のボタニカルで買ってきたものは。でですね、会場を出るときにブースでビールを1本いただきました。めちゃめちゃこうスパイシーで夏向きな美味しいビールでした。ということで帰ってきた後もまたビールを飲んでるやつ。さあそんな感じで今回の Vlog はこの辺で終了でしょうかね。Vlog を見ていただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなんかをいただけるとありがたいです。ではでは。ではでは。